オキシ水銀化反応オキシ水銀化は、アルケンを中性のアルコールへと変換する吸電子負荷、反応である。オキシ水銀化において、アルケンは、水溶液中で、酢酸水銀と反応し、アセトキシ水銀器及びヒドロキシ元の二重結合の両側への負荷がもたらされる。カルボカチオンはこの過程で形成されず、ゆえに転移も観察されない。本反応は、 マルコフニコ不足に従い、アンチフ可である。オキシ水銀化とそれに続く還元的脱水銀化は、オキシ水銀化還元反応、またはオキシ水銀化脱水銀化反応と呼ばれる。オキシ水銀化はほぼ常に還元的脱水銀化と組み合わせて行われる。巻矢印による反応機構の説明。オキシ水銀化は3つの段階で完全に記述することができる。 第一段階では、嗅覚的な二重結合が水銀イオンを攻撃し、アセトキシ元が離れる。次に、水銀イオン上の電子体が二重結合上の炭素を攻撃し、マーキュロニウムイオンが形成される。二重結合の最高比占い分子軌道中の電子体が水銀の空の 6S 軌道に供与され、 水銀の DXZ 軌道中の電子体が二重結合の最低空分子軌道に供与される。第二段階では、嗅覚的な水分子がより地換気の多い炭素原子を攻撃し、その炭素と水銀の結合に関与していた二電子が解放される。この二電子は水銀イオンへと流れて水銀イオンを電気的に中和する。孵化した水分子中の酸素原子は静電化を帯びる。 第3段階では、第1段階で追い出された負の電荷を持つアセトキシイオンがプロトン化されたヒドロキシ元のプロトンを攻撃して、酢酸,酸が形成される。酸素原子と攻撃された水素原子間の結合に関与していた2電子は、酸素へと流れ込み、酸素の静電化を中和して、最終生成物のアルコールが作られる。オキシ水銀化は非常に知選択的であり、 教科書的なマルコフニコフ反応である。極端な場合を除けば、嗅覚剤の水は常により地換機の多い炭素原子を優先的に攻撃し、ヒドロキシ元を孵化する。この現象は、第一段階の最後に形成される、マーキュロニウムイオンの二つの共鳴構造を調べる、ことによって説明される。これらの構造を詳細に調べると、水銀原子の正電化は時よりより地換機の多い。 炭素原子状に存在する。これが非常に反応性の高い旧電子剤である一時的な酸球カルボカチオンを形成する。吸覚剤はこの時にマーキロニウムイオンを攻撃する。したがって、吸覚剤はより地換気の多い炭素原子を攻撃する。立体化学的には、オキシスイギンはアンチフカである。第2段階で説明されたように、吸覚剤は、 立体障害のため水銀イオンを同一面から炭素原子を攻撃できない。痴漢シクロヘキセンを用いた、オキシ水銀化反応の一選択性と立体特異性の例を一下に示す。タートブチルのような傘高い元は、缶を椅子型に固定し、缶の反転を防ぐ。4タートブチルシクロヘキセンの場合、 オキシ水銀化によって2つの生成物が得られるが、二重結合の両端への負荷は常にアンチであり、タートブチル元に対してトランスのアセトキシ水銀元がわずかに優先され、結果的に出生成物がわずかに多くなる。1メチルマイナス4タートブチルシクロヘキサンでは、オキシ水銀化によって1つの生成物しか得られず、やはり二重結合の両端へのアンチ負荷となり、 水はより痴漢された炭素のみを攻撃する。二重結合へのアンチ負荷の理由は、水の孤立電子体とアセトキシ水銀元の反対側にあるマーキュロニウムイオンの空軌道との軌道の重なりを最大化するためである。一選択性は、水がより痴漢度の高い炭素を攻撃する方に有利である、ことが観察されたが、水は二重結合へ真を孵化しないため、 繊維状態は水がアセト水銀元の反対側から攻撃する方に有利であることが示唆された。オキシ水銀化の立体特異性オキシ水銀化の一選択性実際面ではオキシ水銀化反応によって作られた水銀不可性生,生物はほぼ常に塩基水溶液中で水素化放素ナトリウムによって処理される。脱水銀化においてアセトキシ水銀元は 還元的脱離と呼ばれる立体特異的ではない反応で水素原子に置き換わる。オキシ水銀化と直後の脱水銀化の組み合わせはオキシ水銀化還元反応と呼ばれる。したがってオキシ水銀化還元反応は全体としては二重結合の両端への水の負荷である。オキシ水銀化の段階で得られた立体化学は脱水銀化段階でごちゃごちゃになる。 オキシ水銀化反応は、カルボカチオン中間体と複雑な混合物をもたらしうる転移を避けながら、マルコフニコフ型の立体選択性を持つアルケンの水和を達成するための人気のある実験室での手法である。オキシ水銀化は水と反応するアルケンに限定されない。アルケンの代わりにアルキンを使用するとエノールが得られ、エノールはケトンに互い変異性化する。 水の代わりにアルコールを使用すると、エーテルが得られる。どちらの場合も、マルコフニコフ足が観察される。オキシ水銀化のその他の応用アルコール存在化で、ビニルエーテルを使用すると、アルコールからエーテルへのアルコキシ元の転移が起こる。オキシ水銀化反応の条件下で、アリルアルコールとビニルエーテルは暗い全転移に適した、RCH イコール CHCH2O。 CH イコール CH2 を与える。水菌が触媒するエノールエーテルの交換蒸気の反応の機構。ありがとうございます。